to いつか TV アンプアップのいつかです。この間ですね、杉山清隆さんと一緒にここのスタジオアンプアップから生配信をさせていただいたんですけれども、今日はですね、あの番組の裏話などをお届けしたいと思います。始まりました。始まったの？始まりましたよ。始まったんだ。はい、いつか TV によこそお越しくださいました。今日はですね、杉山清隆さん、はい、スーパーシンガーをお迎えしております。はい、はゆるーくね、よろしくお願いします。はい、ゆるーく生配信始まりましたよ、あの弾いてる間に。すいません。はい、ということで、すでにですね、もう500人以上の方が見てくれています。はい、皆さんのコメントを私がここでね拾いながらお届けしたいと思います。はい、この生配信は、あれですよね、8月25日に杉山さんの、杉山清隆さん&オメガトライブの、立川ガーデンホール ホールで行われた5月9日の映像が入っている DVD が8月25日に発売になります。はい、もうなんかそんなことあったの忘れてたね。それを記念したこれ生配信になっております。はい、あ、声が聞こえない？生配信、そうだ、同時視聴者数がですね、多分結構2000ぐらいいったんじゃないかな。で、今の時点で1万回ぐらい再生されています。見てくれてる人ありがとうございます。そして多分ね、何回も繰り返し見てくれてる人もいると思うんですけれども、ありがとうございます。コメントなども全部読ませていただいています。 Thank you so much。 はい、この裏話動画ではですね、杉山清隆さんも登場するんですけれども、ケンタさんのね、あのバースデーライブに行く途中の私とかも映っていたり、あとこちらにある機材の紹介もしていきたいと思います。機材の紹介パートはかなりマニアックになりますので、杉山さん好きの方はちょっと退屈する時間もあるかもしれませんけれども、生配信スタジオをやっている方とか生配信に興味がある方はですね、機材は多分とても参考になると思いますので、ぜひチェックしてください。じゃあ撮影に行く途中の私たちの動画から見てもらいましょうかね。普段私がですね、スイッチャーだったりカメラとかやるんですけど、今回 MC をしていたので、その裏方のスイッチャーとかやってくれたリオコちゃんと一緒にアンプアップに向かっている動画です。どうぞ。どうですか、今日への意気込みは？海行くんすか？海行く通だけども、アンプアップ海外に行きます。杉山さんとバーベキュー的な ね感じで。いただきました。なんだか海に行くようなノリでしたけれども、ここのスタジオに入ったのが、そうですね、当日の2時。はい、で2時からセッティングを開始したと思いきやですね、実はですね、3日前ぐらいからスタジオは杉山さん仕様になっていました。でスタジオ自体がですね、いくつもいろんな背景で撮影できるというのが売りのスタジオなんですけれども、杉山さん仕様にちょっとなんかカリフォルニアなんだかハワイなんだかをね、ミックスしたような、ちょっととにかくハッピーなサマー空間を作り上げていきました。ハイビスカスが生配信中にね、この子ね、この子が見れたと思うんですけれども、それは当日、走って買ってきました。ハイビスカスってなんと1日くらいしかお花が持たないんですよね。うん、でこれはだから杉山さんと生配信した時に、咲いていたお花とは違うハイビスカスでございます。ハイビスカスを紹介したのは初めてですけど、はい、こちらはですね、今交番表を作っております。杉山さんが何時入りするかとかですね、細かいカメラのワイプの動きなどを考えていっています。まあ、あの時間はね、書いてはあるんですけれども、生配信でこのまま行った試しがないのですが、一応書いとかないとこう、まあ、3時間とかね、永遠やることになりますので、はい、今作ってます。皆さんにね、楽しく、まあ、杉山さんが喋れば絶対皆さん飽きないんですけれども、それでもテンポよくいけるようにこういう感じで交番表を作っております。今はどのショットを使おうかいろいろ見ています。でこういうちょっと皆さんに分かりやすいようにテキストを入れたりしています。はい、これは全員リハ初日です。ひろしさん、これをどういう形で、ちょっと生配信配信時間限られてるので、いいとこ取りでつなげるか今考えてます。
はい、ここのシーンを無観客ライブをやるとかね、どこのライブが中止になったとかっていうのが発表される瞬間のシーンですね。みんな結構ちょっとシリアスな顔、健太さん食べてますけど、シリアスな感じで入ってって何が聞かされるんだろうってね。で、大体高尾さんが一番楽屋を後にするのが遅いですね。この後はちょっとマニアックな機材紹介の動画になります。どうぞ。杉山清隆さん、合ってます。ウェルカムボードをリオコちゃん作成してくれてます。後ろでは杉山さんの FEN がかかってます。今準備が整いました。整いました。今日はですね、こういう感じです。そうそう、杉山さんが上手、私が下手に座ります。上手、はい、下手ですね。素晴らしい。今日は3台カメラがありまして、3台、はい、ほう、どういう感じですか。こちらが杉山さんのバスタップですね。なるほど。で、オリンパスの単焦点シリーズで F 値がね、 F1.2 というすごく綺麗に撮れるレンズがね、使われてます。はい、なんで杉山さんの映像も綺麗に撮れると思います。なるほど。で、これもブラックマジックとオリンパスの組み合わせでして、こっちはその F1.2 の 17mm といってね、もうちょっと近距離からとってもワイドに撮れるレンズです。はい、で、私とかその他を狙うレンズはこれは GH5 と、はい、カメラが GH5 で F1.2 の 45mm で、これはあの遠くから撮ってもすごくあの近く見えるような感じ、アップが撮れるような感じになっています。なるほどですね。後ろの背景のボケとかがとても綺麗です。なるほど、はい、最強のレンズたち で、ね、カメラ3台と、あといろいろ動画を流しながらこの iPhone から動画を流します。おっと、でこれが、ね、スイッチャーになっておりまして、これはローランドの VR4HT かな、これですね、はい、でこれが今そのカメラで捉えたスイッチングで、このアウトプットでこう選べるようになっています、はいはい、なるほど。4チャンネルと iPhone 動画を1チャンネル、はい、これでスイッチングしようと思います。今日私が頑張るやつです。そうです、今日リオコちゃんがここをやってくれます。でこれはあの何が映されてるかっていうのを見れて、しかも録画ができるというね、これ私すごい最近気に入っております。はどんなマジックでしょう。ビデオアシストというものでして、まあ、専門的に言えばあの SDI ケーブルといってこうプロが使うテレビとかでも使えるようなビッグなカメラから出てるケーブルっていうのが SDI ケーブルっていうんですけど、それを入力できるっていうね、だからプロ仕様のビデオアシストという機材です。で今日は私は持ってるカメラっていうのは SDI よりもちょっとだけ、このぐらいのサイズのスタジオに適しているケーブル、うん、HDMI っていうのもさせるというね。なるほど、はい、でさらにこれ綺麗な画像で録画できてしまうという、これ自体にですか。そうです、そうです。なんということでしょう。そうですね。でここから USB でパソコンにもつながります。これ今日は下に行くとドックアップの PC がありまして、あの何かネットで途切れたらこっち側のパソコンに行くようになっています。万全ですね、はい、準備が。万全して、まさかいつも生配信は何かとトラブルが起きます、はい、今日は起きませんように、はいはい、でこれ音響、これもリオコちゃん今日は扱ってくれます、はい、書いてあります。頑張ります。1IT 私杉ちゃんで杉山さんと私のピンマイクと、杉山さん の ギターとか歌う時のマイクとギターの音になってます、うんうん、でも本人が来てからもしかしたらピンマイクだけでいいよって言われる可能性もあるんで、それは確認します、うん、はい、こっちですね、ワイヤーキャストという機械でして、これがメインの配信カメラになってます。このパソコンはゲーマーが使うくらい、あのゲームってこう一瞬でも途切れると負けちゃうじゃん。大変ですね、スピードがね。戦ってるのに一瞬でもねやると負けちゃうんで、これすごくスピードが速いです。だから、なるほど、はい、でネットもねかなりあのニューロとソフトバンクどっちも通ってまして、どっちも今日使っています、うんうん、はい、でこれは可愛いでしょ、これ色だけで選んだんですけど、お、はい、シャープの赤いモニターで、これ杉山さんが
では、今日皆さんからコメントが来るんですけど、それをここで見て確認してもらったりとか、今何が流れてるのか確認してもらうようにしてます。はい、でこちらがハイビスカス。今朝ね、すごいハイビスカスかわいいだから今日、急いで買ってきました、はい、でロングビーチとかね、これもアンプアップにある、はい、小道具、カリフォルニア感が、そうカリフォルニアのかハワイなのかミックスされてます、はい、でこれはヤマハのはい、ステージパス 1K という、普段はこう大きな箱とかでも、うんうん、なんだろう、お客さんに向けたモニタースピーカーとして使えるんですけど、うんうん、今日は杉山さんが歌う時に自分の声を聞ける返しとして使えます。だからマイクがここにあって、これがヤマハのトランスアコースティックというギターなんですけど、うんうん、この間杉山さんが弾いた時に、あ、結構いいねということです。このこれですね、そうそうそう、これはね、ヤマハさんのピコン、はい、これ自身がリバーブとかコーラスとか、ここについてるんですけど、電気を通してないのにこの本体自体でこうエフェクトがかけられるというね、不思議なことでしょう。で私勝手にここに置いちゃってるんですけど、杉山さんが、まあ、今日これを使ってくれるといいなと思って。なるほど。でそこにちょっとオブジェになってますけど、ポカのボンゴだったり、ね、いろいろ細かくね、やってるね。ちょっと可愛い感を出すためにウクレレを置いてみたいとか。はい、これはオベーションのウクレレです。いい、これは鳴りもね、可愛いみたいなね。はい、いいですね。ハワイの風が。やっていこうかなと思って。ちょっとカメラマン下みたいなカメラマンさんが。ヨセちゃんもどうよ、意気込みを。頑張ります。はい。いい感じです。で次が、楽屋風景に行くときに、その前に映像受けで MC はします、はい、で楽屋風景に行くときに、じゃあその私たちが話してる間に、あの迷ったら1だけでいいから、はい、話してる間に次の動画の、はい、へい、はうってはいないね、はうってはいない、はうってはいない、ね、はい、今機材にもありましたけれども、今回ですね、こちらオリンパスの、はい、オリンパスさんのレンズを使っています、私がですね、オリンパスのアンバサダーをやっておりまして、すごいこのスタジオにはですね、めちゃくちゃいいレンズが揃っております、17mm、45mm、25mm になります。はい、この子たちについてはですね、多弦ギタリストマサトゥーンと一緒にたっぷり紹介した動画がありますので、そちらをチェックしてみてください。で神奈川県民ホールのライブの映像がすごく好評をいただいておりまして、もう撮りがいが本当にありました、うん、汗だくで撮ったんですけどね、ちょっと5人ぐらいがこうカメラマンやったような感じで映ってましたよね。本当に走り回ってました、1階から3階まで。で本当はね、そのカメラマンとしてだけ行くときはこの単焦点シリーズを持って、その自分が離れたりとかしながら時間をかけて撮影していきたかったんですけど、ちょっと他のお仕事もしながらのカメラマンの仕事だったので、この子、はい、12-100mm というレンズ1本だけ持ってきました。この子は高倍率ズームなので、まあ広く撮ったりとか、ガーってね、杉山さんに寄って撮るのとかをね、あの1人何役もこなしてくれる便利なレンズになっておりますので、この子のおかげでああいう絵が撮れました。そしてですね、ここは皆さんにちょっと言っておきたい、結構あれ固定されたような感じで撮れてた絵もあると思うんですけど、実は神奈川県民ホール、まあコロナの影響もありまして、三脚 NG だったんですね。ってことはあれ、私全部手持ちで撮っております。はい、でもブレがあまりなかったのは手ブレ補正がついているレンズのおかげなんですね。もちろんね、コツはあるんですけれども、この子のおかげでだいぶ手ブレが防げていると思います。はい、ちょっとそろそろ機材のお話飽きてきた人もいるかもしれないんで、杉山さんが登場する動画を見てみましょう。どうぞ。演者などでちょっと化粧が取れないようにマスクを消炎してました。
おはようございます。おはようございます。海帰りの皆さん、どうぞ。お願いします。杉山さんです。はじめまして。今日アシスタントのリオコちゃんと、はい、マークカメラマンで、はい、よろしくお願いします。すごいじゃないですか、人がいて。ちょっと今びっくりしました。私 MC やるので機材を動かせないから、そう、指示だけして、そのリハを今やってました。いろいろ動画ありますよ。いろんな動画が届いてます。あ、そうそうそう、みんなやってくれたんです。うん、これちょっとこの番組の裏番組を作ろうかなと思って、ちょっと撮らせていただいてます。なんかアイスコーヒーとかホットコーヒーとかいます？ビールもありますけど。テキサスボックスギターどうですか？すごいね。一応ピックアップ付きで。結構意外に重いんだよ。そう、意外と重いですよね。しっかりしてる感じです。あ、私のピンマイク。あ、じゃあ杉山さんにピンマイク。どっちがどっち？あ、こっちが杉山さん。あ、じゃあ杉山さんにつけてもらおうか、そしたら。はい、杉山さんいらっしゃいました。スタジオに入ってね、もうすぐにスタジオにあるギターを弾き出していたので、本当にもう音楽ラブなんだなっていうのが、ね、伝わってきました。ちなみに杉山さんが弾いていたあのボックスのギターはテキサスボックスギターといって、私があのオースティンに旅行に行った時に、テキサスオースティン、そこから持って帰ってきたギターなので、多分日本で1本ぐらいしかないかなっていうふうに思います。お気に入りです。ピックアップもついています。で、生配信中にたくさん動画があったと思うんですけども、まあ制作の瀬上さんだったり、舞台監督の石橋さんだったりとか、まあね、本当に生配信の3日前ぐらいに、もうこういう企画をやるので動画をくださいっていうことを言って、もう快く、そしてあんなに時間をかけて撮影してきてくれました。ありがとうございます。はい、他のね、制作陣の方もメッセージありがとうございます。で、一番最後にスペシャル動画があったと思うんですけど、健太さん、高尾さん、そしてジュニアさん、はい、で彼らの撮影をしてきた日の動画も収めておりますので、こちら見てください。健太さんのバースデーに向かう私です。どうぞ。こちら調布です。杉山さんとの生配信の前日、8月8日ですね。今日はギターの健太さんのお誕生日ライブがあるということで調布まで来ました。健太さんご招待ありがとうございます。ということで、健太さんとかね、あの高尾さんもいるらしいので、メッセージなんかコメント動画を撮れたらいいなと思ってます。行ってきます。ありました。こちらが健太さんのバースデーライブの会場ですね。調布銀地、すごいめちゃくちゃ手書きの、はい、健太さんおりました。3人のメッセージフル動画は生配信本編の方で見れますので、ちょっとフェードアウトさせてもらいました。でこの後ですね、もう5分後ぐらいに健太さんたちはステージに上がりまして、バースデーライブが始まるわけなんですけども、バースデーライブの様子もちょっとだけ撮ってきましたので見てみてください。僕60で61ですからね。本当にあの自分が大人になって成長していく過程をずっと見ていただいて。そうだよね。そうです。年金の方はまだ、ね、年金の方はまだまだです、ね、まだです、ね、まだ、はい、なんと杉山清隆&オメガトライブのカバーコピー、この場合なんて言うんだろう、
をやってましたよね。ちょっとびっくりしました。はい、でもオリジナルメンバーが2人いて、でジュニア君もいてで場合ってこれカバーってなるんですけど、まあ、シンガーが違うからね。そうなんです。コピーカバー、うん、とにかくあの会場は大盛り上がりでした。やっぱり曲力すごいですね。はい、ということで杉山清隆さんとのゆるい生配信の裏話をお届けしました。あれ自身がこうライブの裏話だったので、なんか裏の裏みたいな番組になっていますけれども、見てくれてありがとうございます。そしてなんかこう生配信してて思ったのがですね、こう杉山清隆さんのお客さんってこう20代の方もねコメントくださってたと思うんですけども、まあ歴代のファンですね、もう30年選手の皆さんとかはですね、もうコメントが温かい。本当になんかこう歪んだ心を持った人があんまりいらっしゃらないんだなっていう感じで、すごくなんかねポジティブなコメントばっかりでしたよね。結構生配信とかやるとなんだろう、ちょっとアンチみたいな人が入ってくる時があるんですよ。そのアイドルの方だったりとか、なんかすごい若いシンガーの子とかだと、でそういう空気感が全然ないから、やっぱりなんかこう杉山さんだったりオマゲトライブの皆さんの人間性がこうそのままファンの皆さんにも言ってるんだなみたいな、そういう人が同じような人間性の人好きになるのかなって感じた生配信でした。はい、では、いつか TV にまだチャンネル登録していない人はぜひチャンネル登録してください。ちょっと楽器の紹介とかねマニアックな番組が多いんですけれども、まあそういうのは見たい時に見て、興味ない人はまた杉山さんとかの生配信の時に戻ってきてください。 Alright, thank you for watching. いつかでした。バイバーイ。